吉田さん、元旦おめでたいじゃないですかめでたいと思う人がたくさんいて今日だけはって言ってお金を払うそのタガが緩むわけですよそこにビジネスマンとしては待ち構えているわけですよね例えばね吉谷さんね面白い企画がいくつか私確認してるんですよ富士山の山頂から初日の出を有料放送しますね 初日の出とともにおじさんが一年を祝って歌います。有料放送。女子高生と一緒に初日の出を見ませんかという有料放送。これ全部ね、視聴者さんがいて、金を払う人と金を受け取る人が明確に分かれてるんですよ。ちなみに私ですけどもね、近所の初日の出スポットに、ホームセンターで買ったおさ銭箱を置いて、その横に北海道を置いてるんですよ。 値段とかつけてませんよどうですかね正月から稼ぐ人と正月に「めでたいな」って言ってねお金を払う人ありがたいじゃないですかめでたいじゃないですか、まあ、私はこのおさ銭ビジネスね昨年は400円ポッチだったんですけどもでもその400円ポッチですら稼げるってことを知らない人に出し抜いてですね いつかこれで10万円ぐらいい稼げないかなとかかと思ってるんですよねで今は適当なスポットに再い銭箱置いてるだけですけどもそのうちね自分が買った土地もしくは賃貸の土地に初日の出スポットをビシッと作ってねそこでお札を売ったりテキ屋をやったりそれも面白いなと思ってるんですよそんなこと考えてン元旦送ってる人いますかねまさにおめでたいですよねいってらっしゃい